皆様、ポケモーニング、ポケモン情報局のポッポです。今回動画でご紹介しますのは、こちら道具プリンターでね、新たな乱数が発見されましたので、こちらをね、皆さんにご紹介したいと思います。今回発見された乱数は、なんと、自分の好きなおしゃぼをね、無限に入手する方法ということで、まあ、早速ね、解説の方やっていきたいと思うんですが、まずね、道具プリンターの乱数、これ知らない方のためにちょっとご説明しますと、今まで自分たちが使っていた道具プリンターは、実は、任天堂スイッチの本体の時間によって出るアイテムが決まっているということが、まあ、今年ね、見つけた人がいまして発覚したんですけれども、この任天堂スイッチの本体で決まっている時間で、さらにレアボールチャンスや道具チャンスなどね、そういった道具プリンターのチャンス系のやつも時間でね決まってるってことが判明して、これでね意図的に任天堂スイッチの本体の時間をずらして好きなアイテムを出せるようになりました。ただちょっと前まではそこまでね細かい特定のアイテムが出せる時間がね分かってなかったんですけれども、最近ようやくね自分の好きなボールを出せる時間っていうのが分かりましたので、今回はそちらをご紹介したいと思います。まあ、道具プリンターね、今回おしゃぼをたくさんゲットできるって言っても、おしゃぼがランダムに出るわけではなくて、特定のおしゃぼしか出なかったりして、なかなかね自分の好きなボール集めるのが難しかったと思うんですけど、今回の動画でね自分の好きなおしゃぼだけを集めることができますので、ぜひねやっていただければなと思います。ちなみにこれポケモンスカーレットバイオレットで、ね、初めてこうやっておしゃぼがたくさん入手できるようになったんですけど、それまでねおしゃぼの価値っていうのは結構高かったんですが、今回のこの道具プリンター乱数でね結構暴落してしまったかと思いきやね、意外にも X の方ではおしゃぼを欲しがってる人とかいたりして、まあ、結構ね知らない人とかやってもねできない方いらっしゃったりするんじゃないかなと思いますので、今回はそういった方もね確実にできるようにサポートしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。まあ、そして動画の後半ではね、今回ご紹介するこちらのおしゃぼ厳選をさらにもっと簡単にする特別なアイテムもご紹介しようかなと思いますので、まあ、興味ある方はねぜひそちらも見ていただければなと思います。ということで早速ねやり方の方を説明していきたいと思います。まずやるのに必要なことなんですが、こちらの道具プリンターをね一番最後のレベルまで改良しておいてください。そしてあとは任天堂スイッチのね見守り機能、こちらが必ずオフになっていることを確認お願いします。見守り機能がね入っていると日付の変更がねできないので、ここは必須となってきます。そしたらまずはこの道具プリンターのお姉さんに話しかけてですね、このプリントするという画面まで持っていきます。そしたら一度ホームボタンを押して、任天堂本体の設定から日付と時刻を変更します。はい、そしたらね2057年の1月10日12時42分に今ね日付合っているんですけれども、こちらの時間がレアボールチャンスを出現させるための乱数となっています。まあやり方としては、こちらのまずレアボールチャンスを出現させるやり方をやってから、その後その他のボールにそれぞれ対応した時間を入力して乱数をやっていくといった形になってます。まあまずはねレアボールチャンスを発生させていくんですけれども、レアボールチャンスの場合はこちらの時間に設定してから21秒後に道具プリンターのお姉さんに話しかけます。ここの OK を押したと同時にねストップウォッチを起動させて、あとはねストップウォッチが21秒になったタイミングでお姉さんに話しかけると、レアボールチャンスをね確実に引くことができます。はい、これでねちょうど21秒で話しかけました。そしたらここの道具プリンターの素材を選ぶ画面に行くんですけど、ここに入った時点では中でねレアボールチャンスが来るかどうか決まっているので、ここはねゆっくりやってもらって大丈夫です。でここレアボールチャンスを今回出現させるだけなので、わざわざね10回やらずに1回だけ回してもらえれば OK ですね。はい、ということで 3BP を使用して1回だけ回します。そうするとドクロテラピースを7個ゲットすることができました。これがね出現したら成功してますので、これでレアボールチャンスに勝手に突入してくれます。まあ、このやり方ね結構時間が1秒2秒ずれちゃってもできること多いので、まあ、割とね成功はしやすいかなと思います。そしたら一度閉じてですね、自分が欲しいボールを次時間を設定していくんですけれども、それぞれのおしゃぼの時間をね今からご紹介しますので、自分の欲しいねボールの時間やっていただければなと思います。ちょっと長いですが自分の欲しいボールのとこだけ見てください。まずはマスターボール、こちら2042年の2月13日9時36分10秒ムーンボール、2042年10月14日5時56分32秒ラブラブボール、2023年5月22日5時36分10秒ルアーボール、2057年11月21日4時28分36秒ヘビーボール、2028年の10月31日15時16分61秒
フレンドボール2045年の7月19日0時8分55秒レベルボール2045年の3月17日10時5分37秒ウルトラボール2000年8月23日11月16分27秒タファリボール2049年1月2日1時20分21秒ポンペボール2009年6月5日20時17分10秒スピードボール2034年9月1日2時33分38秒そしてドリームボール2019年3月20日11時40分5秒こちらのドリームボールだけは10回のプリントで7個入手することができます。これらのボールはすべてガチャをするときに5回回すことで5個おしゃぼを入手することができます。こちら10回回してもね、6個以上ね、手に入らないので、BP 効率を考えると、5個だけ回すことが一番効率がいいので、まあ、ガチャは5回でやることをお勧めします。まあ、これね、結構覚えるの大変だと思うので、こちらの画面をスクショしてもらってね、皆さん自分の好きなボールの時間でやっていただければなと思います。で今からこちらのおしゃぼをどれかね、やっていこうかなと思うんですが、まあ、おそらくね、一番人気が高そうなムーンボールをやってみましょう。ムーンボールやる場合には先ほど同様に一度お姉さんに話しかけてから任天堂スイッチの本体設定の方に行きます。はい、本体設定の方に行ったらムーンボールは2042年の10月14日なのでこちらの時刻に合わせます。そして時間は5時56分ですね。はい、こちら2042年の10月14日5時56分に設定することができました。そしたらこの後 OK を押した32秒後ちょうどにねお姉さんのプリントするボタンを押すことによってムーンボールを5個確定でゲットすることができますので行きます。用意スタート。まあ、割とね32秒あるんで、まあ、ゆっくりできるんですけどこのね32秒数えるっていうのがね結構大変なんですよね。というのもまあストップウォッチをねやりながらやれば32秒ちょうどで押せばいいんですけど結構これがストレスだったりします。まあ、32秒間ね、気が抜けないというか、何か他のことができないので、結構ね、この時間がなんか、やることがないみたいな感じですね。はい。で、これちょうどプリントしました。はい。そしたらね、レアボールチャンス中になっていますので、プリント回数5回に設定をして、こちらで道具プリンターのガチャを回していきます。まあ、なんとね、必要 BP15 でね、ムーンボールがね、5個手に入るという破格の値段になってますね。そしたら、ハンドルを回すを押して、見ていきましょう。そうするとこんな感じでね、5つ全部キラキラ光っていまして、内容がね、ムーンボール5個となっています。で、これ終わった後もね、レアボールチャンスは10回引くまで継続しますので、レアボールチャンスのやつを再度発生させなくても、もう1回こちらのボール、もう5回分は回せるので、10回分ボールをね、ゲットするガチャを回すことができます。はい、とまあ今みたいな感じでね、自分の好きなボールをこちらの時間を使うことによって、簡単に出すことができますので、ぜひね、こちらのやり方やっていただきたいと思います。ただこちらね、注意してほしいんですけど、先ほども言った通り、このね、32秒待つとか、あとはヘビーボールとかフレンドボールだとね、61秒待ったり、55秒待ったり、結構待つ時間がね、長かったりします。で、これ待つ時間長ければ長いほど、ズレがね、起きやすかったりとか、ミスがね、起きやすくなってしまうので、成功率は慣れていないと 50% ぐらいかもしれないですね。自分も最初慣れるまではね、結構失敗して、なんとなくね、自分の中でタイミングってのはあるんですけど、そこがね、非常に難しかったです。まあ、唯一ね、こちらの道具プリンターのね、欠点というか、やりづらいところかなと思います。あとはね、こちらの道具プリンター、以前ご紹介してるんですけど、特製パッチをたくさん出す時間っていうのもね、実は発見されていまして、このやり方だとね、あと約ね、10分かからず、8分ぐらいでね、スカーレット・バイオレット内のお金をね、乾燥させることもできます。お金稼ぎにも、ボール稼ぎにも、あとはテラピースなんかもね、簡単に入手することができますが、すべて時間を設定して、秒数をね、数える必要がありますので、まあ、こちらね、やりまくって慣れていけばだんだんできるようになってくるんじゃないかなと思います。さあ、ということでね、前半では、自分の好きなね、おしゃぼを出す時間とやり方をご説明したんですが、実はね、チョコというコントローラー、皆さん、まあ、動画で何度かお伝えしているので、ご存知の方いるかと思いますが、こちらのコントローラーを使うことによって、もっともっと簡単に、おしゃぼ厳選できるようになります。まあ、具体的にね、どういったことができるようになるのかというと、こちらのチョコというコントローラーは、マクロ機能というね、機能がありまして、まあ、自分であらかじめ、ボタンで設定しておいたタイミングや時間などを記憶してくれて、ボタンを一つ押すだけで、その記憶させた行動を、寸分違わずね、同じタイミングでやってくれます。これね、まあ、勘のいい方気づいたと思いますが、今回の、ドングプリンターの乱数ガチャとね、めちゃくちゃ相性がいいです。というのも、先ほどこちらの表でご説明した通り、おしゃぼを出す時間っていうのはね、時間を設定してから、まあ、10秒だったり、32秒だったりね、61秒だったり、待つ時間がありますが、この待つ時間のこのタイミングの感覚を、チョコに覚えさせてしまえば、
自分で数えなくても10秒後に勝手にボタンを押してくれるようなマクロを組むことができるわけです。これによってわざわざね、自分で秒数を見なくていいっていうのがね、めちゃくちゃストレスフリーです。正直これなしでは自分はもう道具プリンターできない体になってしまったので、これかなりおすすめですね。自分で60秒数えて待つってね、体感めちゃくちゃ長いんで、これミスるとかなり萎えるんですが、こちらのチョコをね使えばこの秒数をねミスることが一切なくなります。もう機械がね全く同じタイミングでボタンを押してくれるので、かなりねストレスフリーになりますね。じゃあ実際にね秒数をどのように設定いくかお話ししていこうと思います。今回のチョコというねこちらのコントローラーはスマホアプリとね連携することができるようになっておりまして、まあ iOS でも Android でもどちらでも大丈夫です。では実際にマクロどのように組むのか、ちょっとね軽くやってみようと思います。こちら今現在ねレアボールチャンスを出す日付と時刻に設定してあるんですけど、アプリの方でレアボールチャンスをね今選択していますので、これで M1 ボタンを1回押すだけで21秒後ちょうどにねお姉さんに話しかけてくれます。それでは行きます。ポチッと。はい、今ね何もボタンは触ってません。そしたらゆっくりね時間をかけながら本体に戻ってくれます。はい、今ね何も触っていませんが、しっかりお姉さんに21秒後に話しかけることができました。そしたらここでアイテムを自動で選択してガチャを押します。でこのハンドルを回すところまでね自動化することもできますが、今回はね一旦お姉さんに話しかけるところまで止めてます。はい、そうしたらねこんな感じでしっかりレアボールチャンスが来てくれますね。まあ今ちょっとね間違えて5回回しちゃったんですけど、本来は1回で大丈夫です。はい、こんな感じでね21秒の秒数でも自動でやってくれるめちゃくちゃ便利なねコントローラーになってます。本当にねこのコントローラー持ってると、この道具プリンターがねめちゃくちゃストレスフリーでできるのでね、かなりおすすめです。で今回のこの道具プリンター、先ほどご紹介した通り、まあ、テラピースだったりとか特製パッチなどその他いろんなアイテムをねゲットする時間がありますが、それすべてにねこの秒数対応することができますので、今回の動画でご紹介したこのやり方やってみたいなっていう方はね、ぜひね購入してみてはいかがでしょうか。まあ、そして他にも負荷厳選だったりとか色違い厳選、あとはね道具プリンターの素材集めなんかもこちらのチョコでね自動でやることができます。まあ、そちらのやり方はね以前ね動画でご紹介していますので、そちらでねやり方を見ていただければなと思います。はい、でこちらがチョコのコントローラーになるんですけれども、まあ、推し缶はねこんな感じで結構高級感があるような推し缶で、まあ、全然ねチャッチくないです。ちょっとねこれ質感伝わるかわかんないんですが、スティックとかもねめちゃくちゃ操作しやすいですね。で今これだいたいまあ6ヶ月、まあ、半年ぐらいね使用しているんですが、今のところねおかしいところとか動作しないところとか何もなくて、めちゃくちゃ快適に遊べてます。まあ、6ヶ月間ねほぼ毎日触ってるんですけど、まあ、それでもね問題ないので、かなり丈夫にできているんじゃないかなと思います。そして動画で説明した M1 ボタンや M2 ボタンっていうのがねこの背面についてるんですけど、ちょっと見えるかわかんないんですが、ここに薄くね M1 って書いてあって、こっちにはね M2 と書いてあります。M1 ボタンと M2 ボタン両方あるので、マクロを2つ以上同時に登録することも可能です。あとは気になる有線無線の話なんですけど、しっかりね Bluetooth には対応していて無線でプレイすることもできます。もちろん有線でプレイすることもできますが、無線の方がねとっても便利なので、ぜひね使ってみてもらえればなと思います。あとは他のゲームで大活躍するジャイロ機能っていうのがねあるんですけど、まあこうコントローラーを動かした時に一緒にスイッチの画面も動いてくれるような機能なんですが、ちゃんとね備わっているので、スプラトゥーンなんかのねジャイロ機能をたくさん使うゲームでも大活躍してくれます。あとバッテリーに関してなんですが、バッテリーもかなり大容量でしばらく充電しなくても使えるところがめちゃくちゃいいですね。まあ、半年間使ってもねまだ全然使えるので、バッテリーもかなり長持ちする感じです。あとよく質問が来るんですけど、任天堂スイッチライトでも使うことができますので、スイッチライトを使ってる方でもねしっかり使うことができます。まああとはねこちら最後に自分がもう一つねめちゃくちゃお伝えしたいことがありまして、今回のこのチョコのコントローラーっていうのはもちろんねスカーレット・バイオレットでも大活躍しますが、今後レジェンズ ZA や新たな第10世代のねポケモンのソフトが出た時に必ずね大活躍するかなと思います。まあ、今までねポケモンって割と A ボタン連打でなんかできたりだとか、結構ねマクロがあったら自動化できることが多かったんですけど、今回ねスイッチで新たにねチョコというコントローラーが出てきて、そういったねマクロ機能でやれることっていうのも、ね、かなり幅が増えたので、まあ、レジェンズ ZA なり今後のねポケモンのタイトルでもかなり活躍してくれるのではないかなと思います。でもしね購入してみてやり方わからないよっていう方はね X のね DM とかで聞いてもらえれば、かなり件数が多いので、もし見つけることができればねやり方お教えするんですけど、まあ、確実に教えてもらいたいという方はメンバーシップのねディスコードに入ってね直接聞いてもらえればなと思います。
できる限りねお教えしますので、ぜひ興味ある方は買ってみてください。ということで本日も動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー、バイバイ。